私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。白田優がキンキーブーツの登場を発表し、ビジュアル写真を公開。東谷義和が黒人露出の疑いでインスタグラムのアップデートを再開。まず、賭博とか詐欺疑惑をきちんと払拭すべき。主催者のコンプライアンスはどうなっているの？果たして、無事に舞台の幕は開くのか？白田優、三浦春馬さんの代表作を引き継ぎブーイングの嵐。ガーシー法への釈明が急務。三浦さんの思い入れが詰まった役。前回の公演までローラ役を演じていたのは20年7月に急逝した三浦春馬さんでした。三浦さんは13年に同作をニューヨークで見て衝撃を受け、日本版が上演されることになったら絶対に自分が演じたい、と熱望。役に合った肉体改造にも取り組み、オーディションを受けてドラァグクイーンのローラ役を射止めた。そんな三浦さんの思い入れのある役だけに、白田が演じると発表された時は、ネット上で批判の声も上がっていましたね、同記者。白田は、暴露系 YouTuber のガーシーこと東谷義和氏のターゲットにされ、数々の疑惑が噴出しているからだ。いずれもガーシーの一方的な暴露で現段階では証拠もないとはいえ、ステマにまつわる脱税疑惑や新田真剣佑と交際していた女性歌手を寝取ったなどイメージダウンが著しい。そんな白田がローラ役を継ぐのは、三浦さんのファンにとっては納得いかないだろう。芸能プロ関係者、女性歌手の所属事務所は、直ちに法的措置を取る意向を表明したが、白田は東谷氏の暴露以降、インスタグラムを一切更新せず、ファンや視聴者に対しての釈明や謝罪もないまま芸能活動を継続している。ガーシーは未成年飲酒疑惑を暴露した綾野剛がスルーしていた、ため相手をした元 NMB48 の松岡千穂を YouTube に出演させて、本人の口から被害告発をさせている。白田に関しても、証人となる女性を登場させると息巻いているからね。追撃のガーシー法を批判すれば、三浦さんのファンが白田のローラ役に反対の声を上げ、舞台の主催者に抗議するかもしれないよ、同関係者。俳優の小池徹平と白田優が共演するブロードウェイミュージカル、キンキーブーツのビジュアルが5月24日に公開された。同作は、経営不振の靴工場の跡取り息子チャーリーが、ドラァグクイーンのローラに出会い、差別や偏見を捨て、ルーツ工場として再生する過程が描かれる。日本では2016年に、初演2019年に再演されています。3度目となる今回の東京公演は、10月1日から11月3日まで、東急シアターオーブで行われます。演劇担当の記者。公開されたビジュアルは、小池と白田の2ショットに加え、メインキャストが勢揃いしたカット。チャーリー役を小池、ローラ役を白田が演じる。春の君以外のローラは見たくない。いろいろ晒されて、釈明もファンに対する対応も何もない中で、なぜこの役ができるの？世界中で上演される素晴らしいミュージカルだからこそ、悪い噂だらけの人が舞台に上がるなんて許せません。潔白だと言うなら公式の場で説明してほしい。コンプラには厳しい今日。制作会社も調査や聞き取りはもちろんしたのでしょう。つまり、ガーシーの暴露はガセだったと。そういうことになりますね。もし暴露が本当だったら大変なことになるけど、どうなることやら、などの声が上がっています。白田優さんは暴露系 YOUA のガーシーこと、東谷義和はさんに、ドアって、違法賭博行為や反社会的勢力トップのつながり、都市詐欺エッブの加担疑惑などを暴露察知で、ネット苦情でッブは大大炎上騒動に発展し、複数への公開が停止になるなど、仕事にも影響が及んでいますが、現在もこの件に、については一切説明を行うことなくスルーを続けています。東谷義和さんは他にも、白田優さんと三浦春馬さんはプライベートでたまに飲む仲ではあったものの、実際には親友ではなかったと断言しています。
そうしたことから、城田優さんが、キンキーブーツ、のローラ役を演じることに対して、否定的な声が噴出していて、様々な黒い疑惑に対する説明を求める声も上がっていますが、東谷義和さんに爆弾を投下されている綾野剛さんなどと同様に、黙殺を続けるつもりなのでしょうかね。城田優さんは、7月1日に日本武道館で開催のイベント、たけしこのみプリゼンツ、テニプリ星ソニック2022、お手笛スイン日本武道館への出演も発表されており、業界内では起用しても問題なしと判断されているようですが、東谷義和さんの暴露をうやむやにせずに、事実無根なのであれば、きっちりと否定した上で活動してほしいものです。今年10月上演のブロードウェイミュージカル、キンキーブーツのビジュアルが24日に公開され、俳優三浦春馬さんが演じていたドラァグクイーンローラ役を演じる城田優さん、共に主演する小池徹平さんなどのビジュアルや公演日程などが発表されました。この発表を受けて、城田優さんは2月以来3ヶ月ぶりにインスタグラムを更新し、ネット上では様々な声が上がっています。キンキーブーツは2005年に制作された英米合作の同名映画をミュージカル化し、経営不振に陥った老舗靴工場の跡取り息子チャーリーが女装しパフォーマンスを披露するドラァグクイーンのローラとの出会いを機に差別や偏見を捨ててドラァグクイーン専門の美術工場として再生する姿を描いた内容となっています。2012年にアメリカでミュージカル化され、日本では2016年に小池徹平さんと三浦春馬さんの W 主演で初上演されて大反響を呼び、2019年にも同キャストで再演されました。そして、3度目の上演を予定していた中で三浦春馬さんが2020年7月に急死し、主催者側は上演を断念することも検討したそうですが、昨年11月にオーディションで城田優さんをローラ役に起用し、3度目の上演をすることが発表され、城田さんはツイッター上で、春馬が愛したローラという役を、とにかく一生懸命演じさせていただきます、とコメントしていました。それから半年が経ち、再演となる、キンキーブーツのビジュアルが24日に公開されたほか、上演スケジュールも発表され、10月1日から11月3日に東京東急シアターオーブ、11月10日から20日に大阪オリックス劇場で上演予定としています。キャストは城田優さん、小池徹平さんのほか、引き続きソニンさん、玉木誠実さん、彰子さん、日野新太さん、飯野恵さんなどの出演が発表されています。この発表を受けて、城田優さんは3ヶ月ぶりにインスタグラムを更新し、キンクキーブーツ、ローラ役、一生懸命演じさせていただきます。と報告しています。そして、キンキーブーツのビジュアル解禁、城田優さんのインスタグラム更新などを受けてネット上では、がたいいので、城田さんのローラも見応えありそう。てか、本物のドラァグクイーンみたいでリアルだな。なんか違う。これじゃない。城田優まためくれるぞ。優くんのローラも綺麗だけれど、やっぱり春馬ローラは最強に綺麗だなと思ってしまう。初代ローラを語り継ぐためにも、これからもキンキーブーツをたくさんの人たちで繋いでいってほしいです。いつまでもいつまでも。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。